キックを強くするためになんかしたわけじゃないんですけど、うん、今井選手が平泳ぎを泳ぐ上で何か大切にしているポイントとかあったらまずは教えていただきたいなと思います。何かありますか？そうですね、平泳ぎはやっぱり一番抵抗が多い種目になるので、うん、どちらかというとパワーとかよりはテクニックが大事だなっていうふうに思ってるので、うん、どれだけ水に抵抗を与えないかどうかっていうのがすごく大事だなって思ってます、うん、姿勢は本当めちゃくちゃ大事だなって思ってて、うん、やっぱり伸びてる時間にどれだけ綺麗に姿勢で保てるかっていうのがスピードにつながってくると思うので、一直線に綺麗にまっすぐなるようには意識しても、綺麗な姿勢保つには体幹が大事になってくるので、体幹は必ず練習前にやるようにしてるのと、平泳ぎは結構お尻とか股関節の動きが大事なので、そこはしっかり入れてから入水するようにしてます。